歌川義春とは、江戸時代後期から、明治時代にかけての浮世絵師。歌川国吉の門人。本生は幾田、名は幾三郎。歌川の画世を称し、和ずみね一倍歳、一立花のひと朝香郎とゴース。元は、旗本の子で三男として、本所に生まれる。父は五湘南土役で幾多みな衛門といい、幼少の頃ロミ衛門の兄の養子となる。 当時若手の人気役者四代目、中村主観の舞台を見て、自分も役者になりたいと思い、人を介して、主観に弟子入りを申し込んだ。しかし、これが、養父の知るところとなり、養父は怒って、育三郎を禁足にし、禁足となってすることがない草三郎は、役者の似顔絵を描いて過ごした。 これを見た養父は役者になられるよりはと、育三郎が二十三歳の時に国吉の門人に、させたという。浅草か町に住み、後、明治十二年に、浅草の三木町、その翌年には、秀久町に住む。署名は一倍、蔡吉春と称し、慶応の頃に吉春と改名している。作画期は高下から明治二十年代頃にかけてで、 美人画や武者絵のほか、フランス大特場、上気者などといった、買い替え、玩ング絵、特本の挿絵などを手掛けている。晩年は、大阪で、この花新聞の挿絵を描く。三年後東京に戻り、京橋築地二丁目に住んでいたが病気により没数、去年六十一。明名は、カオルユキイン春ホマ一倍古事。息子に、市川炎十郎、門人に、 歌川春富、歌川春秋がいる。梅蘇原魚、金垣露文、落合吉久、歌川薫衆、荒井薫衆、若名屋島継久保田彦桜と交友を持っており、露文による、吉春が赤くなると愚痴は、闇という句が残されている。中田勝之助変更、浮世絵類百229ページに、吉春一物、サイトゴース、浅草加山千跡。 浅草並木、吉春都会とある。ただし金子ともは、一物祭とするのは、誤りとしている。ありがとうございます。